タンバレシュル・ソンムは、フランス、オード・フランス地域圏、ソンム圏のコミューン。ソンム川川口に位置する。ルクロトは、ルールデルと並ぶソンム湾に面した三つの港町の一つである。ピカルディ語では、セインとバレリーを、セインとエリーと綴る。この名は、ラテン語のバレリアスとは、関係がない。ゲルマン語の名はウォーラリックから派生した名称である。アミアン主教成人記によれば、 クロタール2世は、かつてのガロローマ領ルコンを、聖バレリーに授けた。ルコンは11世紀まで、キリスト教準霊地だった。981年、ユーグカペイは、聖バレリーの聖遺物を奪うためブランクタクトリデを、通過した。中世都市としてのサンバレシュルソンムは、聖バレリーの教会周辺に、この時期に生まれたと見られている。ルーアンから、 グローニュシュルメールへ至る道上にある地理的位置から重要な通過地点だった。ノルマンディ以降ギオームはイングランド征服のため1066年にこの港を出港している。サンバレは今日よりはるかに規模の大きかったクレシーの森から切り出される木材を供給していた。ユグノー戦争中の1568年、ユグノー派の指揮官コックビル率いるユグノー軍が サンバレを征服した。彼は、ピカルリ総督、ブリサックハクティモレオンドコスス軍に敗退した。ユグノオ派の生存者はわずか300人であった。サンバレの漁業地区クールガンは、港へ向かって狭い住宅が立ち並ぶ。エビや日清を中心に漁を終えた船が戻ると、女たちは、魚の塩漬けを缶詰に加工して働いていた。この漁業の風景は、現在のサンバレから、 ほとんど失われている。ノムでハベティンツでコミューンズフランセーズ。habitants.fr2008 年7月12日、閲覧。不明な引数、アールトラットイコール、サブスクリプションイコール、コウザースイコールが空白で指定されています。ジョンラスラップモトリー、ヒストリーオブザネザーランズ、PG エディション。 ボリューム15ディースポニブレイエヌリンニュカンサルトル22フェーブルリありがとうございます